皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました宮城県議会議員の神田澄と申します。今日はこういう場をいただいて本当にありがとうございました。どういうきっかけで私こういうふうにお伺いしたかというとですね、昨年いじめポツ不登校等調査特別委員会というものを立ち上げて県議会の方でその副委員長を務めさせていただきました。これ1年ごとに変わるものですから、今年は別な調査特別委員会がおりますが、いじめポツ不登校等調査特別委員会引き続き2年目を迎えております。そんなことで、私自身は議員でございますので、県の方でどういう施策をやっているかということについて、報告はできますが、中身についてはやっぱり行政マンが一番詳しいわけでありまして、何かこういった機会に、一応ご説明、一応という言葉はよくありませんけど、申し述べさせていただいて、こういったことはどうなんですかという お問い合わせとか、また要望があればですね、また行政当局と打ち合わせしながら政策学連さんを通して、また文書なり口頭ではまた保護者の方にご連絡いたしますので、どうぞ積極的にもしご質問あれば、お問い合わせいただければというふうに思います。じゃあちょっと座らせてみます。今さっき着いたばかりでコピーをしてもらいましたけど、たまたまその、宣伝みたいなことになりますけど、飛び出せ日本可愛い子には旅をさせようということで、日本を元気するということで講演をしている中村義明さんという方がいらっしゃいまして、その方が4月に講演するんですが、不登校の保育園留学しているお子さんというかきっかけを作って、あとご覧になっていただきたいと思いますが、頑張っている実例もございますので、もし関心があればご参加いただければというふうに思います。また説明をする前にちょっと少し問題になりますけど、私の知り合いで、お子さんが不登校ということでなかなか大変だった時代があったんだけど、そのお子さんが今頑張ってですね、公認会計士になって今バリバリ働いている方、まだその息子さんにはお会いしてないんですけど、いずれ機会を見つけてお会いしてですね、いろんな話をさせていただければありがたいなと思っておりました。そういったことも政策学園さんの方にもご紹介しながら、少しでも皆様に、お役に立てればいいなというふうな思いであります。それでこの前斉藤さんと話したときに、県がどういうふうなこう政策を打っているかということは、政策学園さんそのものは国との直接的な関係で、県の部分についてはあまり関わりがないので、保護者の方々もなかなかわからない部分があるんだということなので、きっちりと、宮城県としてもできる限りのことで今動いているということについて、ただ羅列的にですね、少しこう読み上げさせていただきたいと思います。ただ不登校の現状ということについて宮城県がどういうふうに把握しているかというと、人数的にはこれ知ってても別に全くお役に立つのかどうか分かりませんけれど、平成27年度の不登校の現状というものは宮城県としてもきちんと捉えています。小学校平成27年度不登校児童生徒数は宮城県下で567名いらっしゃいます。中学校になりましてやはり増えまして2272名というふうになっています。それと高等学校の方は1353名ということで、残念ながらこう対応はしてるんですけど、前年度比較するといくらかずつっていうか、そうですね、いくらかというよりも、50から100の間の増加を各学年というか学校、中学校、高等学校にしているという現状があります。ですからより力を入れて、不登校にならないようにするという努力と同時に、不登校になったときにどういうふうに、言葉でサポートしていくのかということが2つ大きなやっぱり県の対策だというふうに我々も認識して、議会としてもそういうふうに思っています。不登校の背景等々についての分析などもしておりますけど、まず
どういったことをやっているかということについては、さまざまな不登校でもいろんな方がいらっしゃるわけでありまして、引きこもりの支援の お手伝いということについては、障害福祉課の方で、発達障害を含めてそういった方々もいらっしゃるということでの対応をしているということです。それで義務教育課や特別支援教育室や高校教育課では、心のケア、いじめ、不登校等対策支援チームというものをきちんと作って、教育庁各課室、各教育事務所、地域事務所ですね、宮城県もそれぞれ、県南であるとか県南であるとかありますから、そういったところ、また総合教育センターの総括担当でそういったものを支援チームを作っていると。あとまた先ほど申し上げましたように、不登校にならないようにという意味での心のケア、一部の不登校対策プロジェクトチームというものも作っておりますし、また、東部教育事務所に関わる方々においては、児童生徒の心のサポート班なども作っております。時間は何時まで？11時ぐらいだ。はい。ずらずらと述べて申し訳ないんですけど、心のケア、いじめ、不登校等対策支援チーム推進委員会、何をやってるのかって いちいち説明するの難しいので、一応述べさせていただきます。そういったものを作って、きちんとというか動いているということでございます。あと市町村教育委員会との連携については、宮城子どもの心のケアハウス運営支援事業ということをやっていて、適応指導教室のアウトリーチ機能を強化して、不登校傾向段階での早期対応策や家庭訪問等学校内での支援、相談窓口拠点の整備等、市町村への支援を充実強化するというところで動いています。一番皆様にお近いところはやっぱり市町村ですから、そういったところに、連携しながらサポートしているということです。そういった意味では、子どもの心のケアハウス設置にかかる市町村への補助制度の実施、あと子どもの心のケアハウスの運営支援なども保健福祉部との連携を含んで、やっております。あと適応指導教室への支援、欅支援員の派遣、これは欅支援員というのは心のケア支援員を名前だけ変えて、解消したということですが、また適応指導教室へのボランティア、ケアキフレンドの派遣、また総合教育センターと子ども総合センターによる適応指導教室訪問なども設けております。また心のケアの支援員の配置も行っています。これはいじめ、不登校、暴力など児童生徒の問題を抱えている学校を個別重点的に支援するためのところですね。あとまた心のサポートアドバイザー、児童生徒の心のサポート班の派遣、なども行っています。やはり義務教育課、特別支援教育室、高校教育課に関わるところですけれど、不登校への対策について教員の加配、専門家等の配置派遣ということをやっていて、中身はスクールカウンセラーの配置、これは小学校、中学校、高等学校を全てやっています。あと教育事務所専門カウンセラーの配置、各教育事務所に1人から2人配置して、館内小中学校の児童生徒、保護者、教員等の電話や面談による相談業務を行っています。また在学青少年育成員の配置、各教育事務所に1人から2人配置して、館内小中学校のいじめや不登校等生徒指導上の諸問題について状況を把握するとともに、保護者、教育等の電話や面談による相談業務を行っています。また訪問指導員の配置ということで、登校支援ネットワーク事業として不
登校児童生徒及びその保護者を対象に相談活動などによる個別的な訪問指導を行い、学校復帰に向けた支援を行うということで、これは6条に配置ということです。またスクールソーシャルワーカーの配置を小中学校、そしてまた県立高等学校に行っています。それとやはり義務教育課特別支援教育室高校教育課に関わることですけど、不登校対策のための組織などということで、登校支援ネットワーク推進協議会というものを作って、不登校児童生徒に対する学校復帰に向けた取り組みを支援するため、登校支援ネットワーク事業の推進方策等の検討や事業の検討を行っております。また問題行動等対策推進協議会ということで、対策推進校を所管する教育事務所、地域事務所ですね、が推進校に対して必要な指導助言を行うとともに、教員の指導力の向上、研究の協力化及び成果との検証を行っています。問題行動って、これ特にいじめの方のウェイトが高いかと思います。あと県不登校対策推進協議会、県内小中学校における不登校問題の改善を図るため、実効性のある教育施策の在り方等について協議し、対策等の提言、リーフレットの作成などを行っています。また近年の取り組みとしては、県長期欠席状況調査などを行いですね、実際平成25年の学校基本調査において、本県中学校の不登校在籍者比率、出現率が全国ワーストとなったことから、残念ながら全国ワーストなんですね。どういった理由なのか、なかなか難しいところがあるんですけど、宮城県は全国ワーストなんですね、ことから調査を開始し、今年度は公立の小中学校仙台市を含むを対象に、不登校児童生徒の言葉は良くないかもしれませんけど、追跡調査を実施したところであります。あと不登校対策緊急会議とリーフレット、不登校への対応のあり方についての作成と配布を行っています。あと中一不登校の解消に向けた取り組みとしては、こういった充実した中学校生活に向けたということで、特に中学校1年生で不登校になる率は非常に高いものですから、保護者向けのこういったリーフレットを作って、子どもとの関わり方のポイントなども書いて、QR なども書いて、またそれで済まない場合には不登校等に関する相談ダイヤルが、ありますよということで、いろいろと相談窓口をそれぞれ細かく書いてますので、どこどこに相談に行けばいいなと、現在皆さんの場合は政策学園にいらっしゃって、学園さんを通じていろんなことを情報入っていると思うんですけど、もし直接的に聞きたい点があるというようなことがあれば、こういったところにお問い合わせいただければ、一定程度というかきちんと対応すると思います。あとPTA 連合会との連携ですけど、これはいじめというところについて強く連携しているということですね。あとやっぱり発達障害というケースもございますので、発達障害の対応ということで、宮城県発達障害支援センターエクボとの連携、などまたエクボとの連絡協議会などを通じて情報交換等としております。あと引きこもりへの対応としては、地域若者サポートステーションとの連携、宮城県若者自立支援ネットワーク会議との連携、なども行っています。あとこれもいじめのウェイトが高いのかもしれませんけれど、24時間子ども SOS 台というところでの電話対応をしていく
ということです。まあ、長々とつらつらとこうただ棒読みみたいに述べましたけど、そういったことで宮城県としても国との連携を含めて、特に先ほど申し上げたように、宮城県の不登校がワースト1だったり2だったりしてですね、現状としては厳しいところになりますので、少しでもお子さんたちが不登校にならないように、不登校になったときには、きちんとサポートしていくというような体制を整えるように努力しておりますが、まだまだ完全じゃないというふうには思いますので、この機会に皆様のご意見を聞きながら、生かしていければなというふうに思っています。以上、私の方から一方的なお話は終わらせておりますので、11時ぐらいまで時間をいただくということですので、何かございましたら、忌憚のないご意見、提案いただければというふうに思います。まずは一方的な話、ご清聴ありがとうございました。それでは、本日お話しいただいた宮城県における不登校改善への取り組みについての、法案につきまして、質疑応答の方に入りたいと思います。お話を聞いて、ぜひご質問されたいでしたり、あとはどんな活動をしているか、もう少し詳しく教えてほしいというような、保護者の方いらっしゃいましたら、ぜひ挙手の方をお願いいたします。いかがでしょうか。それで先ほど申し上げましたように、こう全部が全部バッとここで答えることもできないと思いますので、まあ、遠慮なく聞いていただいて、あと、製図学園さんを通して、こういうことですよということで、いただければありがたいので、こんなこと聞いたらすぐ、見解に答えられないんじゃないかということで、遠慮せずにですね、言っていただければというふうに思います。いかがでしょうか。
はい、まさにこう形骸化っていうかね、こういったところに電話しても結局は、解決できないというところだと、どこに相談していいかわからないこともあると思いますが、そういった時にはどうしても行政の対応がどうもならないということであれば、まあ、近くにいるそれこそ市町村議員であるとか県会議員であるとか、まあ、そのやはり指摘する立場のところにも相談をすることは大事かと思います。やっぱり地域のことやそんなことを考えている人間が多いですから、それもやっぱりうまく使うべきだなというふうに思います。もし直接的に、接触しにくいということであれば、それこそ、まあ、現段階での話としては政策学園さんを通して悩み事でこうなんだということをやれば、私の地域なりじゃなくて、例えば県北だったら県北で、どうだというようなことでの展開はできると思います。はい、そんなことでよろしいでしょうか。まあ、大変だというお子さんも、まあ、一昔前に比べると不登校がおかしいんだというような見方というのはだいぶ世の中違ってきていると思います。やっぱりこう複雑化した社会の中でいじめの問題もございますし、やっぱり繊細なお子さんたち、別にそれは当たり前の話になりまして、その子どもたちをどのように見守って、サポートして、まあ、一番はその今まで行った学校に復帰するのが一番いいのかもしれないけど、別の学校に行って頑張れるとか、まあ、この話であって例えばこう留学するとか、さっきの、まあ、ぜひ近いうちに会いたいと思ってますけど、不登校を克服してどういうふうに勉強したんだとか、まあ本人会議士ですからね、で今バリバリ活躍してるんですよ。でそういうことで皆さんいろんなところこう大変で、まあ、悩んだり苦しんだりされてること多いかと思いますが、お子さんを信じてちゃんとやれば、きちんと自立した大人になるということを信じて、先生学園さんで学びながら頑張っていただければと思います。我々の部分で頑張っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。